どうも、新宿アボイ金清です。磯です。新宿アボイの中年の市長でございます。ということでね、お願いします。今週もね、はい、またちょっとレンタルルームからお送りして、新しい、またちょっとね、池袋ですか。ここ池袋ですね。はい、ね、目白の中間地ぐらいな、はい、ところですけど、いや完全にもう住宅街ですね。もう完全な住宅街、ね、もう完全にマンションの一室ですから。これすごいですね。もうワンルームのマンションですからね。ワンルームもソファーもあって、パーティールームって感じだよね。パーティールーム、ゲームとかね、置いてある。人生ゲームとかありますからね。だからここでみんなでちょっとお酒買ってきて、まあスポーツ観戦やらなんやかんやでわって盛り上がろうかっていう。そんなやついんの？いや、いるんじゃない、場所を借りて。このワンルームマンションね。うん、ほら、それこそ居酒屋とかはちょっとまだっていう人とか、あとはほら、自分たちの空間で入れるから。自分の家だとね、ほらみんな、じゃあ池袋を中間地点だからとか、いや、わかんないけど、ま、家呼ぶんじゃない、まあ、あとは YouTube のラジオ撮るしぐらいじゃないですか。そうだよな。いや、そうだな、これ完全に普通のワンルームで、建物自体はちょっと古そうだけど、うん、中リフォームされててね、綺麗は綺麗、綺麗は綺麗。いや、一人暮らしの時にこのぐらいの雰囲気のところ住みたかったもんですね。ああ、うん、まあ、でもね、ルームでいいよ、落ち着くもん。寝る場所ないね、でも。あ、そう、3人掛けのソファーがっ、ね、ソファーがってあるんですけど、あ、いや、いいよ、落ち着くわ。うん、本当に家だもんな。本当に家、すごいね。セカンドルーム、レンタルルームはいろいろあるんだね、本当に。会議室からこういう部屋まで、すごいね。まあ、前回のバーに比べればね、いや、バーはね、いや、申し訳ないですけどね、天と地の差だね。そうね、ちょっと2回目はないですね。リピートないですね、あそこは。クレーム出てんじゃん。いや、クレームじゃないですけど、いや、あそこでそれこそお酒飲んでわーわーってパーティーするのって、まあ、僕がいいと思うんですよ。あそこだったらパーティールーム、うん、あっちの方がパーティーだけどね。まあまあね、まあお店だからね。あそこだったらいくらね、どんちゃん騒いでも、うん、そうそうそう、あれですけどね。でも家が、これまあもうほぼ家だからちょっとね、うん、落ち着きすぎちゃうっていうのはあるかな、まあね。貼り紙に騒ぎすぎたら罰金3万円って書いてあるから、ああ危ない。これやっぱ基本あんまり極力声は落としてやった方がいいよ。これはちっちゃい声で、ああこれ3万、3万でかいよ。3万、3万でかい、3万でかいよ、でかいよ本当に。だから金清のスタジャンもう一回やんないよ。いや、もう一回ってないよ、もうスタジャンは。スタジャンだけじゃなくてね、違うもの、私物やんないと、私物やんないと、私物オークション。3万はなかなかだ、3万はなかなか、ね、騒がないように。いや、騒がないよね。いやいやいや、いや、すごいですね。いや、さっき、まあ、伊沢さんも軽くあったけどさ、うんうんうん、あの、昔 OW にいた後輩、まあ、後輩って言っても年齢は、年齢はもうだいぶ上だよね。もう50歳って言ったから、後輩なんだけど、たまたまお茶を買おうとして、うん、コンビニ入ったんですよ。うん、で、お茶買って、うん、コンビニが出ようとしたらちょうど入ってきて、うん、あらららなんつって、お久しぶりだね、つって。うんうんうん、で、まあ、昔よく飲んでたんでね、私、その後輩と。それで、いや久しぶりだねっつって、で、ほら池袋ってあんま来ないでしょ。来ないね。ね。で、来てもだってたまに演芸場出るから、もう口が違うんで、ね。そうそうそう。場所がね、場所が違うから全然違うし、で、でその人はもともとお芝居演劇をやってて、うん、で一時その太田プロでお笑いを何年かやって、またお芝居の世界に戻ったでしょ。で池袋ってお芝居の街じゃん。あ、そうなんですか。そうそうそう、あの劇場とかね、演劇の街って言われてはいるからね。まあ下北もそうだけど、池袋もね。だからそこで俺も久々にこっちの方来たなと思って、ばったりその後輩と会って、やっぱり演劇の街だね、やっぱりこうやってね、こう俳優さんとばったり会ったりするもんだねって言ったら、いや違うんですよ、今日つって、いや仕事で来たわけじゃなくて、え、何しに来たの、いやちょっと風俗帰りで。まあ確かに風俗。お昼の2時ですよ。すごくないそれ。50歳で。50歳で元気だねっていう話をしてね。で、その場所までね、今日ここの場所まで。あ、じゃあちょっと僕、時間あるんで、伊沢さんにも会いたいし、つって。そうなんだ。で、わざわざ来てくれる。そうそうそう、ここまで歩いてきてね。いや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 、元気ですよ。相当暇なんだろうね。で、昨日も朝ぐらいまで飲んでたらしいですよ。変わってないんじゃないの、昔からな、20代、30代の頃と変わってない、全く生活が変わってないんじゃないので、もう一人その昔ね、太田プロにいた後輩、まあ後輩っつってももう私と同い年ですけど、その人もね、
と久々に飲んだんだって。で飲んで、あの二人昔から仲悪かったのよ。15年前とか。話聞いたら昨日ももう喧嘩になって。もうそう。あの44歳の方の後輩がもう泣いたらしいですよ。言われすぎちゃって、うん、なんかお笑い論を語ったのか、お笑い論でわーわーやってたのよ昔。それでよく変わってるんじゃないの？全然変わってないんだから同じ位置にいるんじゃない全然変わってないし、その風俗行くのも全然変わってないし、時間止まってんじゃない、年だけ取ってない。ちょっとさ、行ってきたやつで久々に会ったね。俺もう 3,4 年ぶりぐらいに会ってさ、会ってさ、まあ久々だねっつって、なんか最近仕事どうっていう話しながらここまで来るかなと思ったら、いやさっき言ったね、あれがね、写真見たんですけど、やっぱりね、実際入るとね、ちょっといまいちでね、女の子がどの子ずっとその風俗であった出来事を喋られてさ、いやいや、もうちょい他の話あるでしょ久々に会って大人になってないよ。大人になってない、もう真っ直ぐな人だから。だから私はそれが好きでね、で、まあ俺と喧嘩することはなかったんだけど、いやいや、もう酒癖もあんまよろしくないから、ね、いやそうなんだけど、まあ俺は全然気が合うからよく飲んでたんだけどさ、それでも 4,5 年前ぐらいに1回飲んでんね、久々に、とかなんだけどさ、いや変わってないなと思った。まさかそんな風俗帰りにばったりコンビニで会うと思わなかったもんてっきり本当にお芝居の街、あ、こっちの方ってお芝居の街だなと思って俺歩いてたね。だからああだなあ、でも自分もほら出たことがある劇場もあったりするから、そうで、と思ってた矢先にあったもんだから、ああなんかやっぱお芝居の街がこうやって合うんだなあと思った。なるほどね、確かに風俗もあるような、場所なんだ、場所でもあるね、確かにね、言われてみればすごいね恐ろしいよ本当に。でだってまあ2時過ぎでしょ、うん、でもうこの後家帰るっつったから、何もしないだろう、何にもしないと思うよ。朝まで飲んで、でなんかぐちぐち言って、で風俗行って、カーッつって、すっきりさして、まあでも何のストレスもなさそうな顔してたもんな。まあまあね、ストレスはたまんなそうな生活をしてるよね。うん、そう考えると。まあただちょっと風俗帰りだから余計にね、ストレス、ノンストレスな状態でもあったもんね。そうだから、そうですか、まあだから、ね、お金とか持ってないですよ多分ね。まあそうだろう、まあ、着てる服も変わってなかったし、ギリギリのお金だけどしかないけど、そうやって飲みに行ったり、あ、少ないだから生活の知恵がある人なんだろうね。そうそうそう、少ない金で楽しく生きるってね。そうそう、少ない金、そう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 。いや私はね、この間、はい、日曜日にさ、うん、天気良かったからさ、ちょっと買い物があって散歩したのよ、中野の方に。ああ中野、はい、で中野に大きな公園あるのよ。ああ公園なんか行ったらさ、うん、なんか気持ちいいだろうなと思ってさ、うん、歩いてったらさ、うん、なんか見たことあるような男がさ、うん、歩いててさ、はい、すんごいずぶ濡れだったんだけどさで、よく見たら、うん、太田プロ時代のね、うん、後輩の、はい、ポメランっていうコンビのさ、ポメランベーグル吉村ってやつね。ああ、はいはい、ベーグル吉村ってやつにさ、会ってさ、え、何やってんのっつって、うん、すっごいずぶ濡れだけどって聞いたらさ、うん、なんかそこでなんかブレイクダンス練習する場所があったらしくて、ああそうそう、やるからね、ああそこでブレイクダンス練習しましたっつって、うん、ああそうなんだっつって、え、伊沢さん何やってたんですか、俺買い物して散歩してたんだっつって、うん、優雅ですねって言われて確かにさ日曜日の昼間散歩して買い物してたらさ、確かに優雅だなと思ってさ、まあそうね、確かに俺結構優雅な生活してたな自分で、人に言われるまで気づかなかったけどさ、いやいや、まあ結構優雅な生活してんだな俺と思ってさ、まあ日曜でしょ、だから例えばまあ普通のサラリーマン、まあ土日休みのサラリーマンの方は日曜日ちょっとね、今日はお休みだからちょっとゆっくり公園でも行ってっていうことだからね。だから家族連れめちゃくちゃいてさ、はい、キャンプみたいなテント立ててさ、うん、遊んだりしてんのよ、みんな家族、うん、ここでバッタリやってさ、あ、向こうからしたらさ、昼間だからさ、うん、ライブですかって聞いてきた最初、うん、確かにね、芸場ですかって言って、芸場じゃないよ、うん、芸場っていうね、劇場が、劇場ですかって言ったら、え、何ですかって言ったら、買い物して散歩してるんですよ、よかですね、向こうずぶ濡れでそのまま帰ってて、じゃあまたねっつって、いや確かにね、懐かしい人によく会いましたね、いやいやいや、お互いね。ストレッチーズの高木と会った時に、うん、自転車でわーって走ってて、うん、ちょうど俺歩いてて、うん、で、あ、おはようございますっつって、うんうん、で、今から、あ、どうしたのっつって、いや今からちょっとネタ合わせして、うん、夜ライブなんで、うん、ちょっと新ネタ下ろすんでどうのかな、結構真剣な話でさ、
で金木さん何してるんですかっつって、うん、で俺白菜がすごい安いスーパーがあって、うん、一束ね、うん、それをずっと抱えて、うん、いや白菜安かったからさ、うん、ちょっと遠かったんだけどどこどこスーパーに買いに行ってその帰りって言った時すっげえ恥ずかしかった優雅ですねも言われなかったしあっちもおおそうなんですねもうなんか現役引退した人みたいそうっすあっちゃん目バッキバキでさあ新ネタやってこれから受けるぞみたいな時にね多分 M1 1回戦始まるぐらいな時期だったからこんな時にねバッキバキで自転車走らしてたら大先輩が白菜持って歩いて安かったからっつってもう引退されたんだなと思ってそれ以上追求しなかったもう言えなかったと思うよ、うん、いやいやいいですね人とばったり会うっていうのは、ねいいことです、はいはい、ありがとうございました。